どうも、西田真です。バサイ。最高。また来たは。今回やる僕らの新スポーツ、ボッチャです。ボッチャ。かわいい。パラのお仕事させてもらった時にさ、なんか展示会でこうやれるスペースみたいなのあったり。そう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 。けど実際にはなかったよ。そうだね。このパラスポーツを今回僕らでやっていこうと思います。おっしゃー。22で一人審判に入ってちょっとやっていきましょう。おっしゃー。ボッチャを習いに行きましょう。はい。フィールドを見てみましょう。はい。全体的なフィールドはこんな感じです。おー。ここで12メートル、6メートルくらい。でかっ。お勉強の時間です。はい。はい、先生ボッチャを、はい、実際に初めてボッチャを始めたので、はい、ボッチャのルールを説明、します。おはようございます。ジャックボールといって白のボールがあります。ジャックボール、はい、この白のボールを投げて、青チームと赤チームに分かれて、はい、どっちがこのジャックボールに近づけるか。白ボールに近づけるっていう。ジャックボールを中に入れていく。あ、はい、じゃあ先攻の人は基準を決めるんですか。じゃあ、ジャックボール投げます。はい、OK。 ちょっといったね。転がるね。あ、難しい。まあまあ、まあ、近い。まあ近いと、はい、はい、投げます。バック回転かけた方が多分いい。ちょっとなんかそうやってなる。お、行った。どっこい。鬼のどっこい。これで見ると青の方が近い。今のところ有利だ。赤の方が遠いので、遠い方が投げるので赤チームが投げます。はい、うまい。でこれで赤の方が近いので次青。審判がまず、こうやって示してから投げさらに投げください。うまい。うまい。やばっ。えっ、これもう青のが近いから赤です。これ本当に上手だね。ここに当てることによってプッシュ、おお、押して自分を近づける。こいつが邪魔です。ぶつけます。ヒット、ヒット、ヒット。転がしていって乗っかって、そんなバカな。転がして乗っける。いや奥深いわ。今みたいな感じでとりあえずあの白いボールに近づければいいんだね。よっしゃ、うん、審判行こうかな。いいね、うん、一応練習でもあれしたから。先生ありがとうございます。ありがとうございます。厳格に行かせてもらいますね。やべえ。ここからは厳格に行きますよ。一つのミスも許さないんで覚悟しといてね。試合を始めます。お願いします。ジャックボールプリーズ。それいいよ。じゃあそれ測るとこないな。それではね、赤が投げてください。レッドボール。うまい。あ、まあ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 、いい距離いってください。チーム、いきます。うまい。あ、うまい。それうまい。うまい。あ、一応確認するよ。あ、それすごい。どうすか審判。え、しゃみるじゃん。いや、わかんない。そんなに見る？分かんない。分かんない。今青が優勢。だお前らが劣勢。いや、口悪い。ちいちんなこと言わなくて。行くぞ。よし。うまい。うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。今そっちチームが劣勢。いやーでも自分の青のボールをついて白に寄せるとかもできたらおしゃれ。やっちまった。どう？何して何して？劣勢。はい。はい。いやあのさ、来てみたもののさ、話が見つからない。課題が見つからない。池の恋じゃないの。ああ。測りますね。測りますよこれ。かかりまーす。顔がやる気ねえ。こうやったらどうなるか。言い方。これやばいけど。3本分ですって。
や、分かってるよね。ねえ。もういいよ。分かってるよ。ごめんごめん。審判ごめんね。2.5 本分だ。上手になってる。僕ね、来た来た、これはいいかも。これ来たんじゃない？優勢。よっしゃー、ここ大事だよ。俺ミスったらまさか。ここ大事だよ。あ、やべ。おい、分かるの？分かんなくていいって。いやだな。フィールド外。うわ、赤が劣勢。うまい。ああ、まあでもうまい。じゃあ劣勢。おお、言います。青です。あ、赤の方がちょっとだけ、ほんのちょっとだけ遠い。いやー、よかったんだけどね。赤なくなった？なくなっちゃいました。じゃあこれで一旦終了かな。青チームが勝利です。よっしゃー、勝利。君に審判を預ける。トゥーカラーラケット、トゥーカラーラケット。お前絶対適当だろそれ。知ってる名前これ？ヒーローサイン。ヒーローサイン。ヒーローサイン。違うよ。預ける。マサイ君と僕が交代しました。よし、はい、あのチームをちょっと倒します。よし、はい、じゃあいいですか。はい。え？違う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 。赤なんだよ。赤なんだよ。赤なんだよ。最初赤だろ。こっちじゃあゴール投げたら赤が投げんの。あ、まあまあまあ。あ、いや、俺これあと吸ってますわ。お、ナイスヒント。これはうまい。うまい。うっせ。うわシンプルに近づけてもいいかもな。いやー、うまっ。え、くっついてね。これやば。マジで、まあ、そりゃすごい。じゃあ、開いてない。でも、ほんとすごいよ。嬉しそう。ゴールボールとボッチャのパラスポーツに関してのね、動画が出ていました。ぜひともね、2本同時にチェックしてみてください。なんと今回ヤフーさんとコラボさせていただいているので、皆さんパラリンピック応援でヤフー検索してね。それではアデュー。動画見てくれてありがとう。